雲は、節足動物モンバサミカクアモン、雲がたずな雲木に属する動物の総称である。網を張り、虫を捕食することで一般によく知られている。雲目を刺して雲類とも言うが、雲がたるや普通雲類との区別のために、新生雲類と呼称することもある。この類の研究分野は、雲学と言われる。雲は糸を出し、ハサミ角に独占を持ち、それを用いて、 小型動物を捕食する肉食性の陸上節足動物の一群である。糸を使って網を張ることでよく知られるが、実際にはほぼ半数の種が網を張らずに獲物を捕まえる。人間に害をなすほどの毒を持つものはごく少数に限られる。昆虫やターシ類などの陸生節足動物と同様に虫と扱う動物群の一つであるが、六脚アモンに属する。 昆虫とは全く別のグループに属する。昆虫との主な区別点は、足の数が8本であること、体は前、体と後体の二分のみによって構成されること、触覚を欠くことなどがある。蜘蛛類の外部形態、1、足、2、東京部、3、腹部体は、東京部と袋状の腹部からなり、両者は細い腹柄によってつながる。全体は、 先説と六つの体説から融合し、一般に東京部と呼ばれる。他の雲型類と同様、ここにはハサミ角一体、触子一体、不脚四体という計六体の付属子がある。口の前には釜状になったハサミ角があり、モ類ではこれを上角とも呼ぶ。その後ろからは一体のフレシと四体の不足が並んでいる。東京部背面の外骨格は、 完全に一体化した廃坑であるが、第一歩脚の基部のあたりから前後には高さや形に差があることがある。特にその間に溝がある場合、首溝という。全部には目があり、基本的には八つの目が二列に並んでいるが、その配列や位置は都がによって異なり、分類上重要な特徴になっている。網を張らずに生活する雲では、そのうちのいくつかが大きくなっているものがある。 一部の群では、紫外線を見ることができる。ふわしを持つ部位は、多くの場合に目とハサミ角を持つ全部より幅広く、背面の中央には小さなくぼみがあることが多く、これを中くぼという。またふわしの隙間に向かって、溝が走ることも多く、これを放射光という。付属しハサミ角は、釜状で、先端が鋭く、獲物に、これを突き刺して、毒を注入する。 フレシの元節はハサミ角の下面で下顎を形成する。フレシは不脚状で、普通のクモでは、ふ足よりずっと小さく、ハサミ角の補助のように見えるが、原始的なクモでは、見かけでは、ふ足に似通う。ふ足の先端には、爪がある。増毛性のクモでは大きい爪2本と小さい爪1本があるが、徘徊性のクモでは、小さい爪の代わりに、吸盤状の毛束がある。 ふわしは、第一脚が長いものが多いが、それぞれの長さの特徴は、それぞれの群である程度決まっている。なお、足の向きにも特徴がある。よく見かけられる、小金雲蛛科などでは、前2体が前に向き、後ろ2体が後ろ向きになっている。この型を、前行性という。それに対して、カニ蜘蛛科や足高蜘蛛などでは、前3体が前を向くか、4体とも先端が、 前向きになっているかのいずれかで、横向きに動くわけではないがこの肩を、横行性という。あと体は、腹部ともいい、12節を含むが、普通は、外見上から大切が見られない。外骨格は柔らかく、全体に袋状になっている。そのうち、第1節は、東京部につなぐ幅狭い腹柄となる。腹部の裏面前方には、通常一体の諸肺という呼吸器官があり、 その間に生殖腺が開いている。腹部後端には数体のデイト突起がある。その後ろに肛門がある。ただし常実の特徴は普通の雲、いわゆる雲下目の特徴である。木村雲など原始的な原伏雲暗黙では腹部に大切が見られ、糸イ,イボは腹部下面中央に位置し、初肺は2体で4つある。フレシは不足とほぼ同じで、全体では、 足が五体あるように見える。トタテグモ類とオツチグモ類が属するトタテグモ下目は、腹部に節がなく、糸イ,イボは腹端にあるが、他は腹節グモ類と同じである。デイトトッキデイトトッキは、腹部の第四から五節に由来の付属子である、糸イボという。普通のクモ類では腹部後端にあるが、腹節グモ類では腹部の中央にある。木村グモなど、 ハラフシグモ類ではデイト突起は腹部の覆面中央にあり、それぞれの不思議に耐えずつ、外側に大きい外出糸突起、内側に小さい内ちで糸突起がある。それ以外のクモ類ではこれらが腹部後端に移動し、その一部が退化したものと考えられる。デイト突起の数や形は群によってやや異なる。デイト突起の先端近くには多数の小さな突起があり、それぞれの先端から 糸が出る。この時を、イ糸管という。これには雲によっていろいろな種類があり、それぞれから出る糸にも差があり、雲は用途に応じて使い分けている。一部の雲類には、通常の糸ボの前に、古い板という糸を出す、板状の構造を持つ。これを持つ雲は、第四脚の末端近くに、毛串という、きっちり特殊状に並んだ毛を持つ。 糸を出すときはこの足を細かく前後に動かし、古い板から顕微鏡でも見えないほどの細かい糸を引き出し、これがもやもやした面上に太い糸に絡んだものを作る。性的二なりがはっきりしているものが多く、雌雄の区別は比較的たやすい。模様にはっきりとした差のあるものが多い。オスがメスより小型である種が広く知られており。 中でも死有による大きさの違いが著しい小金雲、蚊の雲が有名であるが、徘徊性の雲などには、オスがメスよりやや華奢な程度で差が小さい種もよく見られる。確実な区別は外世期で行う。メスでは、腹部の覆面前方、諸肺の間の中央に生殖口があり、開口部はきちん化して複雑な構造を持つ。オスでは、生殖口は特に目立たないが、 フレシの先端に移り性器官という膨らみがあり複雑な構造になっている。精液をここに蓄えフレシからメスの生殖口へ生死を送り込むという特殊な構成を行うためである。このメスの生殖口とオスのフレシの構造は種の区別の際にも重視される。クモの脳は東京部にあり、コトコ型のクモや妖精では体に占める脳の溶石は非常に大きい。 中枢神経が溶石の8割を占めて足の中にまではみ出しているものや幼虫の器官は体の割に巨大な脳で体が膨れ上がっているものもある。糸で網を張る雲も網を作らない雲もむね巨大な脳を持っていて網を張る張らないで目立った差はない。消化管は大きくは前腸、中腸、後腸からなる。前腸と後腸は外廃溶性で、 中腸は内肺陽性である。前腸部と胸部に収まる部分である。口に続いて、咽頭、食道、球胃からなる。この部分では消化は行われない。クモ類はあらかじめ体外消化するため、口からは液体のみが取り込まれる。咽頭や食道は2枚の、球胃は3枚の基地に板を備え、特殊な筋肉とつながっているそれらを動かして、食物を吸い込む働きを持つ。なお、 これらの基地にいたは脱皮の際には完全に外れる。中長部これは東京部と副部にまたがる部分である。球位から後方に続く部分は東京部の後半部から左右に突出し、それぞれ前に向かって、胸部前方にいたり、軍によってはその先端部で融合する。この部分を前出文長といい、ここからは付属紙の基部に向かって農場に突き出ている。この部分を文長枝という。 この部分では、消化が行われていると考えられている。腹柄を通り抜けるとそれに続く中腸は大きく、膨らんで腹部背面近くを通る。この部分では、数体の分子が出ており、これを、センサマ中腸と言い,い、さらに細かく分子して、腹部の心臓の両側に大きな塊となる。ここでは消化と吸収が行われると考えられている。 雲が餌を取るとすぐにこの部分に送られ、腹部が膨大する。校長部中腸末端に左右一体の丸 P 義官が繋がっており、さらに膨らんで粉納となっている。最後の部分は直腸で、そのまま肛門に続く。クモ類の呼吸器としては、諸肺と気管がある。特に前者は付属詞由来であると考えられる。諸肺諸肺は、 クモ類と、その近縁の独特の呼吸器官である、肺葉片が扁平で、それが並んでいる様子が、書物のページのようであることから、その名がある。気管諸肺鬼体を持つ群と、幽霊雲かなどでは器官を書くが、それ以外のものでは、腹部の覆面に気管気門が開き、そこから体内に細長い器官が伸び、分子して、貯気管の間を通る。その先は、 東京部にまで伸びるものもある。気管気門は、初肺と糸イイボの間にある。他の節足動物と同様に解放血管系であり、動脈の先端から血液は細胞間へ直接流れ出て、血リンパとなり、再び心門から循環系へ取り入れられる。心臓は腹部背面にあり、腹部と東京部へは、動脈が走る。心臓心臓は細長く、 腹部背面にあって、前の端からは前向動脈、両側には側腹動脈、後ろへは微向動脈が出る。心臓は囲い心脳に包まれており、心臓との間の空間を囲い真空があり、ここから対抗を流れる血液が取り入れられる。心門の数は腹伏雲類ではごついあり、派生的な群では少なくなる傾向があり、例えば普通の雲の多くは三体である。 心臓の周囲には体をなす。心人体があり、これが心臓の動きに関係していると考えられている。血管前行動脈は腸管の背面にあり、腹柄を通って東京部に入り、球威の上で左右の小動脈に分かれ、さらに細かく分かれて付属脂などに入り込む。側パラ動脈、尾行動脈はそれぞれ枝分かれして腹部の初期間の間に広がる。なお、 腹部に流れ出た血液のうち、諸肺を通ったものはそこから心臓へ向かう、地道を通って囲い真心空へ入る。この地道を肺静脈と言い,い、クモ類の体内では唯一の静脈である。これは酸素を多く含んだ血液を優先的に心臓へ送り、全身へ送り出す仕組みである。排出器官としては、マルピーンギ管と足元線がある。マルピーンギ管。 マルピーギカンは、腹部後半の中腸の背面部に分子しながら伸び、中腸の後部に口を開く。対抗液中から不純物を組み出す働きがあると、されるが、詳細は不明である。なお、昆虫に見られる、本来のマルピーニシカンが、外汎用起源であるのに対して、クモ類のそれは内汎用である中腸より分化した、ものであるから、 生物学的に掃除ではあるが騒動ではない。足元千脚機船は、不足の元節の間にあり、人間の一種と考えられる。原始的な、雲類では、この器官はよく発達しており、排出症の音なって、第一脚、第三脚の後方に口を開き、ここから排出物を出す。しかし多くの普通の雲類では、耐火傾向が著しい。 基本的に陸上性の動物で多くの種類が砂漠、高山、森林、草原、湿地、海岸などあらゆる陸上環境に分布している。これほど多彩な環境に分布があるというのは現在多くのニッチを昆虫類にとって変わられたハサミ角類の中で雲とダニだけである。ただし淡水にせよ海水にせよ水際までは結構種類がいるが 水中生活と言えるものは水蜘蛛ただ一種だけと言ってよい。その点、水谷など水中生活のものを含むダニ類の方がより多くのニッチに適している。ほぼすべてが肉食性で自分とほぼ同じ大きさの動物まで捕食する。大姫蜘蛛など網を張る蜘蛛の一部は自分の数倍もある大きさの獲物を網に捕らえて食べることもある。捕食対象は 昆虫類から他のクモ型類などの節足動物、軟体動物、小型の脊椎動物まで多岐にわたる。日本国内においても沖縄県石垣島では、日本最大のクモであるオオジョロウグモがツバメを、同じく沖縄県糸満市ではシュウカラを捕食していたのが観察されている。また、大土蜘蛛モ類はかつて鳥を捕食するというので、鳥鳥蜘蛛モあるいは鳥食グモと呼ばれていた。 この話そのものは伝説明いているが、実際にカエルやネズミはよく捕食するようである。鬼蜘類の縁も、中心部捕食行動としては、細い糸で巣や網を作って捕らえる、徘徊して捕らえるの二つに対別できる。網を張るものを増毛性、張らないものを徘徊性という、原始的な種、例えば原伏蜘蜘木やトタテグモ科は、地中にトンネル状の巣を作り、 入り口に補充のための仕掛けを糸で作る。網はこれを起源として発達したと考えられる。蜘蛛の網は様々な形をしており、数本の糸を引いただけの簡単なものから極めて複雑なものまである。約半数の蜘蛛が網を張らずに待ち伏せたり、飛びかかったりして餌を捕らえる。いずれの場合にも、 餌に食いつくには直接に噛みつく場合と糸を絡めてから噛みつく場合がある。息地を吸うという風にも言われるが、実際には消化液を獲物の体内に注入して液体にして飲み込むので、食べ終わると獲物は干からびるのではなく空っぽになっている。小さいものは噛みつぶして粉々にしてしまうこともある。他に足拭姫雲が花粉を食べる例やアリ雲が アリまきの甘露を食べるなど、皮肉食性の習性もいくつか知られている。ハエトリグモ類の仲間であるバギーラキプリンには、アカシアの目を小動物より多く食べることが知られている。ジェネラリストとスペシャリストかつて動物生態学者のエルトンは、蜘蛛の網に、象はかからないという言葉を残し、クークワレルの関係の大事さを主張した。これは捕食者と言っても何でも食うものではなく、 その獲物の範囲は限られているという指摘ではあるが、蜘蛛の網は大きささえ合えば、どんなものでも捕まえるだろう。つまり、獲物の入り好みはしないだろうという趣旨の予断がある。実際、多くの蜘蛛は特に獲物を選ばないジェネラリストであろうと予想される。だが、明らかに決まった獲物しか選ばないものも知られており、例えば以下のようなものがある。蜘蛛といえば、糸を想像するくらい。 雲と糸とのつながりは深い。すべての雲は糸を出すことができ、生活の上でそれを役立てている。雑毛性でも徘徊性でも、すべての雲は歩く時に必ず、しおり糸という糸を引いて歩く。敵から逃れるために、網から飛び落ちる雲は必ず糸を引いており、再び糸をたぐって元に戻ることができる。ハエトリグモが獲物に飛びついた時、間違って落下しても、 落ちてしまわず、糸でぶら下がることができる。代表的な雲の網である縁網では、横糸に粘液のついた糸があって、獲物に粘りつくようになっている。網を歩く時にはこの糸を使わず、粘りのない縦糸を伝って、歩くので、自らは網に引っかからない。粘液をつけた糸を全く使わない網もある。増毛性の雲は、網に餌がかかるのを振動で感じ取る。 網の隅に雲が位置している場合でも、網の枠糸か、網の中心から引いた一本の糸を足に触れており、網からの振動を受け取ることができる。餌がかかると、糸を巻きつけて、獲物を回転させながら、幅広くした糸を巻きつけてゆき、身動きできなくして捉える。場合によっては、雲が獲物の周りを回りながら、糸をかけてゆく。徘徊性の雲でも、 餌を糸で巻いて捕らえるものもある。地中に巣穴を作るものや、テント状の巣を作り、特に網を作らないものでも、巣の周りの表面にまばらに放射状の糸を張り、虫が触れると飛び出して捕らえる種がある。このような糸を受信糸という。これが網の起源ではないかともと言われている。多くの種では、小雲が糸を出し風に吹かせて、タンポポの種子のように空を飛ぶ。 バルーニングという習性を持つ。小型の種では、成虫でもそれを行うものがある。この飛行能力により、クモは他の生物よりもいち早く生息地を拡大することができる。一例として、インドネシアのクラカタウで火山活動により、新たな島が誕生した時に、生物の移住について調査したところ、最初にやってきた生物はクモだったと報告されている。産卵や、 脱皮のために巣を作るものもあり、その場合も糸を使う。地中性の蜘蛛では巣穴の裏打ちを糸で行い、トタテ蜘蛛のように扉を作るものは糸でそれを作る。多くのものは卵開を糸でくるんで卵納にする。糸の素性は、タンパク質分子の連鎖で、体内では液状で存在し、体外へ排出される際に空気と応力によって繊維状の糸となる。 これは不可逆反応で空気状で液状に戻ることはないが使用した糸をタンパク源として食べ消化して再び糸などに利用する種も見られる。オスがフレッシュに入れた精子をメスの生殖口に受け渡すという動物界で他にあまり例のない方法を用いる。オスのフレッシュの先端にはオスが成熟するとフレッシュ器官という複雑な構造が出来上がる。スポイトのようになっていて 精子を蓄える袋と注入する先端がある。オスはメスのところへ行く前に小さな網を作り、ここへ生殖口から精子を放出しフレッシュに取り入れる。ほとんどのクモは肉食性であるのでメスが巨大である。種の場合、オスの接近は危険が伴う。そのため安全に接近するための配偶行動がいろいろと知られている。コガネグモ蛛など増毛性のものではオスが 網の外から糸を弾いて、メスの機嫌を伺う種が多い。変わった例として、オスが前足を振って、ダンスをする徘徊性のハエトリグモのような例もある。卵は、多くの場合、多数を一塊で産み、糸を巻いて、卵脳を作る。卵脳は種によって様々な形をしている。卵は、全体で丸い塊となり、柔らかな糸でくるまれる。それだけの卵脳を作るものもあるが、 さらにその外側に厚く、糸で作った膜で袋や円盤状の乱納に仕上げるものもある。乱納をそのまま樹皮に貼り付けたり、石の裏にくっつけたりと放置するものもあるが、自分の網の片隅に吊るす、あるいは自分の巣の中に卵を産む、しばらくを一緒に過ごすなど、一定の親による保護を行う種も存在する。幽霊蜘蛛�走り雲、足高蜘蛛などは乱納を口に、加えて保護し、 小守雲は糸い,いぼにつけて運ぶ。孵化した妖精は通常1回の脱皮をするまでは乱納内に止まる。発霊妖精は柔らかく不活発で乱納内でもう1回の脱皮を行った後、やや活発になった小雲が乱納から出てくるのが普通である。乱納から出てきた小雲がしばらくは乱納の周辺で固まって過ごす習性が見られるものが多く、雲の 惑いという。この時期にちょっかいをかけると、大量の子雲が四方八方へ散っていくため、大勢があちこちへ逃げ惑う様を例えて、蜘蛛の子を散らすという比喩表現をする。卵を保護する習性のあるものでは、子雲としばらく一緒に過ごすものも多い。子森蜘蛛類では、生まれた子をしばらく背中で運ぶ。姫雲蜘蛛科には、メス親が幼虫に、 口移しで栄養を与える例があり、この時与えるものをスパイダーミルクという。カバキコマチグモはメス親が子グモに自分自身を食わせてしまう。その後、子グモはそれぞれ単独生活にはいるが、その際バルーニングを行う種が多い。一般には幼虫は成虫を小さくした姿であるが、中には大きく色や模様が変わる例もある。また、修性についても、 親とほぼ同じなのが普通であるが、成虫は徘徊性なのに、幼虫は網を張る。例、逆に成虫になって、網を張るようになる例がある。前者は、祖先は増毛性であったことを示すとの説明があるが、後者についてはよくわからない。ほとんどのクモ類は単独で生活し、肉食性である。幼虫がしばらく成虫と生活を共にする例は、少なくなく。 これらは社会性と言われる。また、増毛性の雲で、網を接した多数個体が集まる例も知られる。さらに、大きな集団を作り、長期にわたって、共同生活する雲は、日本国外からは少数ながら知られている。それらは、社会性雲類と言われる。共同で演奏し、巨大化した網の集合体を形成し、そこに時には数千頭もの雲が住み、共同で餌を取る生活をする。 このような生活をするクモは世界で約20種が知られ、それらは棚グモかハグモか渦モかなど複数のトガにまたがっているため、それらは個々に独自に進化したものと考えられる。それらのクモでは以下の3点がその生活を成立させる条件として存在するとされる。また、これらのクモでは集団を作る個体間で遺伝的に非常に近いことが知られる。 それらは往々にして一服の集団から始まり、集団内で近親交配を繰り返す。ただし、蜂やアリなどの社会性昆虫では女王と働きアリなど分業とそれに伴う個体感の階級の文化が見られるが、クモ類ではそれは知られていない。しかし、一部のものでは新社会性を獲得しているのではないかとの説や示唆がある。小型の肉食動物には、 クモ類を捕食するものは多いと考えられる。クモは他の昆虫に比べて体が柔らかいので、トカゲ、カエル、ハリネズミ、小鳥など飼育家動物の餌としても非常に重宝する。クモを加えた別光鉢特にクモ類の天敵としては、カリバチ類の別光鉢類がクモを狩る鉢として有名である。これらの鉢はクモの正面から突っ込んで、 大顎の間に針を刺して、麻酔を行い、足を加えて、巣穴に運ぶ。他に、寄生性のものとして成虫に、外部寄生するクモヒメバチや乱納に寄生するハイ類や、カマキリモドキなども知られる。このクモヒメバチは、宇治状の幼虫がクモの背中に止まっているように見られ、はじめのうちは体液を吸うだけだが、最終的には機種であるクモを食い殺し食いつくしてしまう。 また、戦勝雲やオナガ雲などは雲を専門に食べる、雲として知られる。直接に雲を攻撃するものではないが、メジロなどの小鳥は、雲の網を巣の材料とする。そのために、雲の網に鳥は突っ込み、その体にまとわりついた糸を集め、巣材の苔などを固めるのに用いる。雲の網に引っかかった虫を横取りする昆虫も知られる。工作地検においては、 農業害虫の天敵であるため液中として重視される。人家の内外にも多くの種類が生息し、これらは衛生害虫を捕食するため、クモは家庭生活圏においても液中の役割を果たしている。これを理解している人は、居宅や身の回りにクモが見られても気にしないことが多い。しかし近年では、主に都市生活者の間で、その様子から不気味な印象を持ち意味嫌う人や、 いわゆる虫嫌いの増加などの理由で不快外中のカテゴリーに入れられる場合もある。網や巣をハる種については家や壁を汚すとして嫌われる要因となる。実際2000年代後半に入り、日本でも従来のゴキブリやハエ等と同様にムカデ・クモを駆除対象とすることを謳った殺虫剤が一般に市販されテレビ CM 等で宣伝までされるようになった。 ほとんどの雲は虫を殺す程度の毒を持っているが人間に影響を持つほどのものは世界でも数種に限られる。その中でも人間を殺すほどの毒を持つ雲はさらに限られる。また在来種のほとんどの雲は人の皮膚を貫くほど大きな毒が自体を持っていない。なお、渦雲蛛科は毒船そのものを失っている。毒蜘蛛として有名なのは日本に侵入して ニュースとなったセヤカゴケグモ、灰色ゴケグモをはじめとするゴケグモ類である。それ以外にも世界でいくつかが危険視される。在来種でそれほど危険視されるクモは存在しないが、小町グモ科の大型種は毒性が強く噛まれるとかなり痛み、人によってはしばらく腫れ上がる。逆に毒グモとしてのイメージが強い大土グモ科の別称であるタランチュラは、 強い毒を持つ者は稀である。しかしながら、すべての毒蜘蛛の毒には、アナフィラキシーショックを起こす可能性があり、注意が必要である。毒性の有無、程度に関わらず、人間など実身により、はるかに大きなサイズの動物に対しては、ほとんどの蜘蛛は攻撃的でなく、近寄れば必死に逃げようとする。能動的に、郊外を与えることも、基本的にないが、不要意に、 素手で掴むなどすると防衛のために噛みつかれる恐れがある。捕食時に獲物へ注入する消化液には強い殺菌能力があり、また自身の体もこの消化液で手入れを行っている。このためクモ自体や獲物の食べ柄が病原体を媒介する可能性は低い。蜘蛛の糸が目に入ると炎症を起こすことがある。汚染によるものではなく毒成分が関与しているともと言われる。 網が張られている状態は人間の生活する環境としては全く手入れが行き届いていない証拠とみなされる。映画やテレビドラマ等では空き家であること通る人がいないことを示すために使われる。またホラーゲームを筆頭として各ジャンルのゲームにもよく登場する。雲の巣の張るというのは誰も使う人がいない、誰もやってこないことを暗示する表現である。 雲を害虫駆除のために積極的に利用する試みが行われたことがある。元来、日本には生息していなかった足高雲は、江戸時代にゴキブリ退治用として人為的に輸入されたとの説もある。農業の方面では、害虫駆除の効果が様々に研究され、一定の評価を得ている。水田では、足長モ、土用鬼モ、背筋赤胸モなどの増毛性のもの、 小森雲などの徘徊性のもの等が農業害虫駆除に大いに役立っていることが知られている。口術のように自然生成可能な糸の中でも比較的頑丈であるため糸を工業的に利用する試みもあるが大きく認められているものは少ない。雲を大量養殖することの困難さと糸を取り出すことの困難さが障壁になる。これまでに最も用いられたのは レンズにスケールを入れるための用途である。現存する糸の大型の布製品の一つは、アメリカ自然史博物館に存在する、コガネグモ科のクモの糸による絨毯であるが、作成には野生のコガネグモ科のクモの捕獲に70人、糸の職府に12人の人員と4年間の年月を要した。クモ単体では、手間と効果になりやすいため、生産のしやすい解雇に、 雲の遺伝子を組み合わせた品種や微生物を使用し、人工的に雲の糸を出そうとする試みが行われている。糸の強度は同じ太さの鋼鉄の5倍、伸縮率はナイロンの2倍もある。鉛筆程度の太さの糸で作られた巣を用いれば、理論上は飛行機を受け止めることができるほどである。そのため、長い間人工的に雲の糸を生成する研究が行われてきたが、 コストが高い上に製造に有害性の高い、石油溶媒が必要になるなど障壁が多く、実用化は困難とされていた。しかし、2013年5月に、日本の山形県のベンチャー企業スパイバーが、世界初となる人工蜘蛛糸の量産技術を開発し、人工蜘蛛糸の工業原料としての実用化が、現実のものとなるメドが立った。2017年には、 理科学研究所もクモの糸を再現したポリペプチドの合成する方法を開発したと発表している。日本では伝統的に小金蜘蛛などを戦わせる遊びが子供たちの間にあり、蜘蛛合戦と呼んだ。多くの地域で廃れてはいるが、現在でも町を挙げて取り組んでいるところがある。最近では大土蜘蛛科のクモが飼育用として販売されるなどペットとしての地位を獲得している。 その他のクモもペットとして輸入されており、変わった種類も見られる。カンボジアのクモのフライ日本では一般的でないが、クモを食用する国はあり、中国ではジグモの巣が漢方薬とされる。インドシナ半島、ミャンマーから中国南部では食用にしていると言われる。カンボジアでは現在でもクモを油で揚げたクモのフライが食されることもある。クモの種はいわゆるタランチュラであった。 味についてはエビに近いとか卵黄のようだとかジャガイモの味だとかサワガニのようだと言われ、今一つ半然としない。他に王女グ雲もこの地域では食されるという。南米では大型のゴライアストリクイグモが好んで食用にされ、食後にはその鋭い牙を爪王子代わりに使うという。また、オーストラリアやアフリカでも大型のクモを食べる習慣があるという。 日本においては1980年代のサバイバル、探検ブームの時期に、蜘蛛を生で食するとチョコレートの味がして手軽な、非常食になるという情報が広まったが、昆虫料理を楽しむによれば、そのような味はしないとのことである。なお、野生の蜘蛛を生食することは寄生虫、細菌、ウイルスなどの病原体への感染リスクがあり、推奨される行為ではない。クモは、 身近な生物であり、形態や習性が特徴的である。一例として、液中であるにもかかわらず、外観から誤解されたり嫌われたりすることが多い。肉食性であるにもかかわらず、天敵も多く臆病で、装飾的な性格である、天灯が挙げられる。このため、古来世界各国において、人間に対し強っ悪両面にわたり様々な印象を与えており、 擬人化されることも数多い。雲を関連したサブカルチャー作品には、不気味な外見や肉食性、一部の死が持つ毒から恐怖の対象として登場する作品と、農業害虫を食べることから、悪を打つ善玉として描かれるものの、両方が存在する。雲が綱に含まれる雲目以外のグループは、何目、サソリ目、カニ虫目、ザトウムシ目などがある。 雲型類の中での系統関係は必ずしも統一した見解がない。ザトウムシは別名をアシナガグモ、メクラグモといい、雲と比較的外見が似ているが、近縁ではない。雲目に近いとされる雲型類は腕虫目、サソリモドキメなどがあり、まとめて4灰類を構成する。キメララクネの復元図雲類は微節という王のような部分を持たないが、 禁煙とされる群の一つであるサソリモドキ類と絶滅したウララネーダ類は無知状の微節を持つ。琥珀に閉じ込められた約1億年前の化石からはクモ類の形質を持つと同時にこのような微節をも備えたキメララクネが発見されており、これはクモ類の共通祖先の姿を示唆する重要な手がかりになると考えられている。海グモ類は名前にクモの字がつくが、 雲型綱とは別系統であり、自ら海雲綱を構成する。キムラグモメキシカンレッドニータランチュラコガネグモク雲メそのものの存在自体は、その単系統性という形で強く認められている。目全体で共有される特徴としては、以下のようなものがある。雲メの中での系統関係についても、各部に諸説があり、必ずしも確定してはいない。しかし次の三点は、 古くから認められている。これらを、かつては古雲あも原雲あも新雲あもとしたが、現在では古雲あもを、原伏雲あもとして分け、残るものをまとめた、雲あもにと縦雲下目と雲下目を立て、それらに当てる。普通の雲類の中の分類では、上位分類のための形質として、さらに以下のような特徴が重視される。以下に古典的な分類体系として、 ヤギ沼の体系を示す。しかし近年これを否定する考えが大きな指示を受け、分子系統学の発展もあって、分類体系に大きな変更の動きが続いている。特に古い板を持つ軍の扱いが大きく変化した。それによると、雲類の主な部分を占める系統はかつて古いイーボを持っていたのだが、そのうちのいくつかの系統で古いイーボが消失し、 しかも古い棒を失った系統が大発展を遂げたため、古い棒を持つものが比較的まとまって見えるだけで、実際には側系統群なのだという。このような新たな考え方に基づく分類体系は、トガの配置をはじめとして従来の分類体系と大きく異なり、中にはそれまで古いイタルイと古いイタルイに分かれていたものが同一のトガに含まれるようになるものすらある。 これは一部では、分子系統学にも支持されているが、すべてがこの考えに合致しているわけでもない。また、古板の有無は、やはり、それなりに重視されるべきとの考えもあり、統一見解はない。今後の研究の進展が待たれる。近年の分類体系斧は、蒸気のように、古板の有無が系統を反映するとの判断をもとに、下、分類体系を示した。斧、 尾型では、さらにこれを、改めて世界標準の分類体系を採用している。以下に、これを示す。なお、下記のうち日本から記録のある雲の都がは64で、あり、これは、全部の雲の都がの数の半分ほどでしかない。ありがとうございます。